まちゃん。どうも、あくにゃんです。どうも、みんなのこれまるめめがねです。どうも、中根すわまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。あくまちゃん、本屋大賞月間ということで、このメンバー3人とスタッフさんも含めて、はい、ノミネートされた10作品全部読みましたので、はい、順にちょっと1人ずつプレゼンしていきたいなと思います。はい、で感想をですね、アンケートに書いてますので、はい、まずアンケートこちらです。ででん、めちゃくちゃ重たい話じゃないこれ。もう感動とか恋愛は分かるんだけど、うん、フェミニズム5っていうのがね、これすごくない？そうですね、やばいね。コメディーに、あ、ちょっと笑いあるんだ。恋愛3、シリアス4、感動4、感動もするんだ。重いテーマを取り扱っている作品だが、大阪生まれの夏子とその姉真希子の関西弁でのやり取りはなんとも軽妙でクスッと笑える。めっちゃあるやんここのメニュー。そうそう、でもめっさ早いで。小説らしくないとも言える、なんとも砕けたセリフたちが読んでいて楽しい。誰かな、誰誰私です。私です。私が今回紹介するのは文芸春秋から川上美恵子の夏物語です。ぶっきましゃん、まあ、女性の、まあ、生き方だったりとか、あとは妊娠出産についてだったりとか、うん、AID 人工受精っていう話がもう一冊を通してすごく取り上げられてる。なんか表紙から想像してた話と全然違うんだけど。いや、それな、なんか夏に一夏恋があったのかなみたいな、そっち系だった。完全にもう僕の夏休み的な想像してた。あ、そっち。田舎に帰ってなんかカブトムシとか。この夏物語の夏っていうのは季節の夏っていうよりは主人公の名前が夏目夏子なんです、うん、その名前から取ってる夏なんですよ。そういうことね。そうそうそう、前半は、うん、産みたいっていう気持ちだけじゃダメなのかなっていう気持ちの方を取り上げられてて、でも後半はでも私は産みたいから産むんだっていうところをすごく、まあ、深掘りしてて、この作家さん川上美恵子さんがフェミニストの方なんですよ。そうそう、女の人だから、まあ、その赤ちゃん産まなきゃいけないのかなっていうところに葛藤を抱いてる方だったんですが、最近結婚されて、で出産もされたんです。でそれを通して多分書かれた作品なんだなっていうのがすごくわかる。人工受精によって生まれてきた男性と出会うわけじゃないですか、うん、その人と主人公はイチャイチャするというか、なんかその恋愛的な要素で発展をしていく。夏子がなんで人工受精をしたいと思うかって、男の人と仲良くなりたいとかそういう気持ちはなくて、ただひたすら自分の子供に会いたいっていう気持ちだけ。その相沢っていう男の人に関しては人工受精をして生まれてきた人だから、やっぱ人工受精に対してあんまりいいイメージを持ってないんですよね。だからその2人が出会って、まあ、ちょっと恋愛的な感情が生まれたとしても、まあ、そこからどう発展していくかっていうのは普通の人とはちょっと違う。でもそういう人多くない？今全然想像つかないよ。え、どういうこと？結婚とかはしたくないけど子供欲しいとか、うんうんうん、でもさ、日本の制度でもさ、養子とかってさ、うん、あれダメなんだよね、2人いないと確か。そうなんだ。年収とかも決まってて、うんうん、めちゃくちゃハードルが高いんだよね、養子取るのも。そんなに？あとは LGBT の人とか多いね。この話の中でも出てくるんだけど、うん、今すごい社会が多様化してるから、うん、この人工受精を希望している人っていうのはすごい多くなってると思うんですよね、うん、だからそんな中で読んでほしい作品ではあるかなと思います。知ってる人で女の社長の人がいて、自分はずっと働きたいから、自分のその卵子とパートナーの精子で受精卵を作ったやつをアメリカの女の人に産ませた人がいるの。おで自分はお腹を痛めたくないし働きたいから産むのはアメリカの人に産んでもらったっていう人がいて、それをなんか結構やっぱみんな引くっていうか、なんか自分でお腹痛めたくないからって人に産ませたのみたいな。日本人は悲観的だろうね、それに対して。そうそうそう、うん、もうそれとかもなんか分かんないけど、今後認められていく価値観の一個であるのかなっていう。いや、そうだと思います。気がする。人工受精も、まあ、そういう行為はしてないわけだから、うん、それで自分の子だって言えるのかっていうところ。そうだよね、うん、そこに愛はあるんかって言ってあるんか、愛はあるんかで、なかったらそれはもうダメなのかっていうところですよね。愛がなくても自分の子は自分の子だしみたいな。うん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 、私が好きだなと思ったシーンが、うん、もう誰も起こすべきじゃないっていう。え、どういうこと？実際自分が
人工授精で生まれてきた女性がその自分の過去いろいろあった経験から子供を産むっていう行為がすごい一方的でその人自身のエゴだみたいな考えを持ってる人でその人が言った言葉なんですよ。例えば10人子供が眠っていたとします。それを一人残らずこう起こしていった時に10人中9人は起こしてくれてありがとうって言うかもしれないけどもしかしたらそのうちの一人は起こさないでくれた方が良かったのにって思うかもしれないよねっていう。だから要は生まれてこなければ良かったって思っちゃうかもしれないよねっていう話をした時に最後にもう誰も起こすべきじゃないってこの人が言ったんですよ。女の人が赤ちゃん見たいなって思うのってすごい温かい感じがするじゃないですか。前向きだね、すごく、うん、なんだけどこういう考え方もあるんだなっていうところがその生まれてきた子供が全員が全員幸せになれるわけじゃないしでもお母さんも見たいしっていうところのジレンマみたいなのがすごいそういう考え方にあんまり触れたことがなかったからまだ高校生でしょそうだよそうですね例えば2人がすっごい喧嘩し始めた、うん、めちゃめちゃ殴り合いの喧嘩、うん、そんな状況なのになんか人間ってそういう時に限ってぼーっとしちゃうっていうか目の前がわけわからなすぎて現実逃避しちゃうみたいな。分かる分かる。あとは何かがきっかけでふっと過去のことが蘇ってもうずっとそのことばっかり考えちゃう。あるねそれと。あるよねそれって多分結構誰しもあると思うんですけど、そういう取り上げるほどでもない人間の頭の中っていうのを描くのがすごい上手だなと思って、まあ、そういうところの魅力も感じつつ女性の生き方とか、そういうことも考えさせられるんです。虫取ってカブトムシイエイ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 じゃねえんだよ全然違うよ。その内容知って手を伸ばす人いるよね多分ね。いや全いると思う。表紙ではさ読もうと思わなくてもさ内容聞いたらさ読もうと思う。興味がある人もたくさんいるんじゃないかなと思います。ということで今回は文芸春秋から川上美恵子さんの夏物語を紹介しました。大賞の発表は4月の7日です。ぜひお楽しみに。この番組では本のリクエストを皆さんから募集しています。ぜひこれ読んでほしいとか面白かった本があったらぜひこちらの方にコメントしてください。そしてこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ぶくまちゃんには公式ツイッターがございます。そちらで随時告知とかねたくさん情報も流してるのでフォローとリツイートいいねもよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。どうなるんですか私は結構メガネちゃんに読んでほしいなってあら私思うところがあってそうそうえ読めるめっちゃ分厚いよ頑張って読んでほしい私の鼻の高さぐらいある本当に分厚いから